飛竜のあいつね、あれが結構いい感じじゃん、かっこいい名前だけど、やるじゃないか。一応探検に属するのかな。おい、ちょっとずつあれだな、目が覚めてきそうなゲームだな。なんとも言えん、なんかやたら眠いんだよな、なぜか知らんがな、最近一日眠くてしょうがない。悪いゴーラムが帰る時をつけてくれてよ、ありがとうみんな。それから僕たちは妹のマナを探していたんだけど、その時空から敵が来たんだ、気をつけて。まだ精霊ないね、行こう。まあ、武器を集めないことだな、いいことっていうか、まあ、武器を集めながらって集まっていくのはいいことだよ。あとでだから、あ、よかった、ジョーク先生。こいつらはどこにでも相手出てくる、お前らよりうるさいやつだ。あー、久しぶりだよこの感じ。俺ジョーク戦やな、地上戦で絶対ジョーク戦だ絶対ジョーク戦がいい。あ、そうだ、あれだね、ドラッグオンドラッグ3が発売決定されるじゃないか。これが超素晴らしいじゃん。俺2ですらやったことないけど、3発売されるのって恐ろしい話。めっちゃいいじゃん、超いいじゃん。プレス3だよ、プレス3ポイントに。うわ、少々はあやかしの風が吹いておる。セーレの妹が見つかるかよいのだが。大丈夫、あなたの頭から頭が違う。問題はね、みんなに思ったよ。なんかっこいいのかな。なんか珍しくね、かっこいい音楽ってちょっとなんか王道っぽいな。操る種族か、いくら逃げ隠れしようと帝国に利用されることに変わりはないぞ。妹のマナはお母さんによく叩かれてたよ。マナだけ叩かれてたんだ。僕は母さんに叩かれなかった分、マナの分まで惜しまなくちゃ。あー、絶対だよ、マナはね、難しいよそれは、難しいよ。レオナールに決めてもらうからちょっと話が止まらないから、リンク行ってくれおら、おい、なかなか何気に強いじゃん。あれ、下もうあるかい、クリアかい。早っ、早いな、早っ。カイム、地上にも敵がいるよ、気をつけて。ここら辺でじゃあ一旦キルするか。何が待っているのか、ファインダーとのカスタム戦争じゃ強い。ウェルカーバフトゥーレツビードラクーンドラクーン。カイムが喜んでるぜ。もうこいつの顔見たら分かる、これから地上戦が展開されるっていう。あれ違うのボクセーレ、妹のマナを探して谷の深い奥地に来てる。なんだかゴールも難しいんだ。ダメだよゴールもしっかりじゃ。どうしたマナス、あれセーラ怪我してんのか、心の奥底。めっちゃなんかボロボロやん。術師の呪文だ。岩陰にでも隠れておるのか。セーレ、ゴーレムのそばへ行っては危険です。彼はもう今までの彼ではない。そんな、僕だよ、セーレだよ、ゴーレム、しっかり。ああ、いっぱい殴っていいよ。ゴーレム、僕を殴れ。だっせ、友達ごっこか。いつものゴーレムだ、僕の
友達。ゴーレムが元に戻った。ショック療法だ。契約相手の体を傷つければ己も傷つくことになる。つまらない。ヨマ術師は隠れるのがうまい。気を引き締めていくぞ。あれよしよ、おめえ何を言ってんだ、いきなり。まさかの南北精霊。これはフィオマヌスっていうと悪い人たちに人まで耐えづらくて、これ以上ゴーレムにひどいことさせないように帝国の悪い人たちをやっつけて、あ、いるじゃん。どうすっかな。はい、え。ゴーレム強さだけどね。え、どういう攻撃するんだろう。どんぐらいでけえんの、ちょっと見てみよう。まだそんなにはいないね。僕は大丈夫だからゴーレムを叱らないであげて。叱ってないよ。叱らないから大丈夫。お前働け。僕頑張るよ。おお、やれ。だから好きになってくれる。嫌だね、てめえは好きになってくれる。おおおこれはいいじゃないかな。おお、素晴らしい。ピンポイント。やるね、攻撃は。あ、そんな大したことないんだ、この辺。あ、まあ、結構あれだね。ああ、なるほど。結構細かいな。痛いよ。痛いね。あなたの声痛みつけられてるんですよ。有吉やっぱいいキャラしてんな。有吉ファンになりそうだな。届け。じゃあ。ああ、これやっても食らう。うい。今ゴーレムなら絶対やったの。痛い。そなたの妹は、どこにおるのであろうな。あ、食っちまった。僕頑張るよ、だから好きになってくれる。まあもう散々愛もらったろ。まだ愛が足んねえの、お前は。お前誰だろ、なんか超愛ってやつを受けてきたんだよ。どういうことか。お前一体何をしたのかですよ。お前あれか、暴力の塊か、それ卑屈の塊か、どっちなの。こうなって暴行殴って、あれ本当殴ったの。まあ殴ったんだろうね。せいでなかなかやるなもんね。そこら辺はちょっとなんか起点はなかなか効くんじゃない。そう。あと一人。あと一人じゃない、あと二人だ。うい、遠いよ。さあ殴っておしまい。威力はめっちゃ強いやな、これ絶対。あと一体。あと一体じゃなかった。もっといたな、今。チラッと見てみる。一発出しといて、うりゃ、これで、まあ、これどうにか、残念、回復で決めてもいいか。よし、さあ行こうぜ、さあ行こうぜ。あ、マジか、あんた、立つよな、こいつな、大きな暴れ男が来てやがってよ、これ、あいつ、なんなんだ、一体、またあるじゃない、ここに。いや、ドライバーしてんじゃないですか、早く、ついたもんな。何事だよこれは。俺、うふふ、カイマのところボロボロだからていうの。そう言いながらカイマにあんなにいいんですよ。ゴーレムは操られてるだけなんだ、悪くない。まだいる。3、魔術師を倒さなくちゃ。いい、あー、魔術師、うい、まだ結構こいつを倒すもんね。ダメだな。どうするセールでいくか。セールだと何回、あと1回か。いや、こいつは神に任せる。ちょっとこいつは神に任せる。それをこうしたらセールにしますか。危ない。死のせいでゴーレムたちが苦しがってる。苦しがっているよ。それを肌をいじめる母さん、怖かった。僕本当は怖かったんだ。僕は大丈夫、ゴーレムが一緒だもん。カイム、誰かのことをぶっちゃ嫌だよ。泣かせるのはダメだよ。カイム、もっとそう思ってる気がするんですけど、俺の気のせいなんですよ。
さーて、よいしょ。意外とサクサクいかな。さっきよりなんかサクサク、あ、敵がいねえからか。なんかさっき行った、登っといたもんな。なんか5人とか出てる。一つのゴーレム守るため、守るつが。終わったね。これで怖いゴーレムたちもいなくなったね。そうみたいだな。意外となんかあっさりいったね。やっぱあれだね。ラスボスを、ラスボスをぶち倒しただけあるぜ。マナをぶち倒したからな。いずれ、まあいいな。素晴らしいじゃないかい。僕、セール。妹を探してるのにどんどん敵が出てくるよ。出ておいで、マナ。こんなところにいちゃいけない。さあ、てこのモンスターが僕の前に飛んできて。俺さ、レオナルドに変えてよろしいでしょうか。ちょっと苦手なんだよな。レオナルドが強くねなって、普通になんか。というわけで変えさせていただく。セールもね、いいんだけどね。あの、なんかバン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 と好きなの、ゴーレムのなんか。あれもめっちゃ好きなんだ。はぁ、値段して、なんか別、なんだこれ。値段してことはね、全員倒せってこと？なんか面白そうだね。おい。こいつらはどこにでも相手出てくる。お前のよりうるさい奴らだ。え、どうするの？これなんか宝とかありそうだね。どっかなんか探したら絶対どっか。面白いもんだな。どうする？あ、でもそんな強くねえな。全然強くねえじゃん。じゃあやるか。じゃあ片っ端からあれだろ、カイムの大好きなあれやればいいんだろ。じゃあそれで気が済むんだったらいくらでもやろうじゃないか。あれ、これ何、俺何も、何につけてんだ今。え、武器変えらんねえし。あ、これ皆無の剣かもしかして。あ、変えらんないんだね。あ、こういうイベントのイベント、イベントセントつうのか。へえ、変えらんないんだ。これだって明らかに皆無の剣だもん。今何事と思ったもん。いけ、それ、これが楽だ。あ、よいしょ。さよなら、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 こんにちは、さよなら、こんにちは、さよなら。いい、なんだこれ。あ、あれね、この音楽が面白いな。この、うい、残念。あれ、こんなもんあった。音がありませんね。こんなところにセーレの妹さんはいるのでしょうか。あいつはくるくる回ってるっつってんだ。まったく、この悪環境のもとで人間が生き残ることは不可能だ。セーレ、気をつけてください。まだこの辺りに敵が。ああ、大変です。早く追わなければ。傑作。いつもいつもかわいそうなセーレちゃんは不幸を呼び寄せちゃいますね。厄介者はさっさと死ね。ペッペ、死ね。おお、なんかでも何今なんか確信みたいな言った気がするんだけど、かわいそうな人不幸なんか呼び寄せるって結構なるよね。あ、なんか当たってるのかもしれない。性格悪いけど、あいつあいつって妖精のことだけどな。へえ、帝国のだグリフォンにさらわれた僕は殺し屋に連れてこられちゃった。助けてくれ、僕はここにいるよ。これな、ここで、ここ殺し屋だったかな。なんかこれなんかすごい強い武器手に入ってる気がするんだけど、なんか忘れたけど、どうやってやったかな。多分最強の武器の一角が、一角というか一つ手に入ってる気がするんだけど。あ、上空戦かやろうか。ダダダダダダ、上空戦も楽しい。素晴らしい。これはね、これ素晴らしい。ウイウイ、落ちてしまいなさい。後ろを取られた。ウイ、綺麗。相変わらずだなって。飛んでるな。お前カイムと結婚したいんだよ。絶対いいだろう。こいつらいいかも。爽快ですよね。これが爽快だよ、ね、これがいいよね。もう大魔法を打ったみたいな、バーン、ほんとたまらない。これほんと大好きだね。なんて素晴らしいんですよこれ。やばすぎでしょこれはね。これほんとに素晴らしいと思 う、 もう快感が違うもん。違ってから、ね、ほんと大魔法を打っただけ。
だよね。あーめっちゃなんかいるな、なんかいるね。なんだ普通の敵じゃないですか。気のせいか、違うか。ただ単にコウモリやらなかったのか。てっきりなんか上がなんかどっか 変なやつがいるのか。そうでもない、知らない。なんだあれ、出た出た。あれいすぎじゃね、いすぎだろこれ。本当だよ、負けわからん。こいつから倒すの。あ、今持ってなかった。 あんまち、うーだって近づきすぎてもよくね。ちょ待って、ちょっと待って、あんまよろしくな、ね、わけわかんない。よしよ、おいで。私が助けたら私のものいいよ、どうぞ、いっぱいあげる。君の方にいっぱいあげるよ。せいでかわいい、せいでかわいいだろ。これ何回打てんだろうね、これ。めちゃ強いのかな。あ、全部いった？意外とあれだね、そんなでもなかったかな。結構大変なんじゃないかと思ったけど。おー、いいね、これ殺せなのか。かっこいいじゃん。こんなところ。この辺りは怪物たちの居住区です。気を引き締めなければ。レオナール、お前が全部あれやっていいよ。全部食っていいよ、お前に任せた。何すればいいんだっけ、何分以内で倒すみたいな。だから契約者の魔法も一切使わないで、なんか何分以内で倒すとか、そういうやれだったから。まあ分かんねえ、覚えてねえから。ちょっとやればよかったな、ミスったな。まあいいよ、じゃあ。あれ、あ、降りちゃうの。こんな狭いところでは止める。お主の足で進め。おいえ、飛んでたじゃねえかよ。いつどこで朽ち果てようと悔いはありません。単位そこにいたのか、作ったな。あの建物に捕らわれてる。ゲーナー誰だよ。俺レオナールの、レオナールさんの弟だぜ、兄さん。何、どこから飛ば、どこから来てんの。まったく、ちょっと待ってよ。どうだよ、これどうだろう。鍵だろうね。取れないよー、取れないよー。くそー、救ったじゃねえかよ。完全救ったな。まだまだ撃てる、はい、よし。これ終わりじゃないだろって。いない。あ、なんかある。剣か、剣じゃないか。なわけねえよな。どうやらあの子供はまだ無事なようだ。一瞬じゃねえか。人のために剣を振るってみよう。ああ、珍しいね、そうやって。そうだね、かえも。でも結局刻んで刻むものが楽しいから。でも結局それはやっぱ自分のためになってしまうんじゃないかい。どうなんでしょう。だがアンヘルの言うことだからな。